愛知県体育館、さあセミファイナルも迎えます。セミファイナルも非常に面白い、決起軍中野対ダイナマイトキッドの1対1の対決でございます。さあ華やかなリング上、そして満員の愛知県体育館、中野が出てまいりました。決起軍の意地を見せろ中野、相手は正直言って格が上、しかし貪欲に攻めて攻めてあっと言わせてほしいと思います。あの第7代世界ジュニアの王座についた時のような感動をもう一度ファンにもう一度見せてほしい。中野真一登場。ダイナマイトキッドのテーマです。このスーパーパワーシリーズの中心的な存在であります。ご覧のように体はあまり大きくありません。しかしスーパーヘビー級を超えるファイターであります。早くもキッド旋風が吹き荒れる全日本マット。さあ5番勝負の初戦に勝ってブリティッシュブルドッグスの強さをファンにアピールしています。スピードレスリングカミソリキッド、今ファンのニーズにぴったり感覚の男たち、ダイナマイトキッド、今夜は一人旅です。ダイナマイトキッド対中野真一のシングルマッチ45分一本勝負。試合に先立ちまして中京テレビ、日本テレビ、そして番組のスポンサーより両選手に今豪華な花束が贈られました。両者の紹介です。ファンのハート独り占めです。爆弾小僧ダイナマイトキッド、大金星を狙っていきます。中野真一です。さあ馬場さん、どういう勝負になりますか。ダイナマイトキッドの一人旅シングルマッチ、これ珍しいですね馬場さん。そうですね、本当にファンに大きな夢を与えてくれる好カードと言っていいでしょう。これがダイナマイトキッドであります。おそらく立ち上がりから激しい馬場さん勝負になるんじゃないでしょうかね。ですけどもね、はい、キッドがちょっとあの僕体調を壊してると見てるんですよね、そうですか、ですからね中野もうまくやればチャンスがあると思うんですよ。そうですか。ですけどもやっぱこのスピード感ね、その瞬発力がね、どうしても劣るんですよね。さあゴングが鳴りました。中野も負けじ魂を発揮するでしょう。さあ体当たりショルダータックル、キッドが勝った、首を捉えた、さあ高速のブレンバスター、早くも打っていったぞ。先手を取るかダイナマイトキッドであります。まさにこのカードこそ馬場さんが提唱するおサイドバスター、ファンのニーズに応えたカードかと思います。スピードパワー、切れ味の鋭さ、気力気迫、全てがファンに伝わってくるような好カードでございます。スリーパーに決めましたダイナマイトキッド。馬場さんはこのスーパーパワーシリーズのプログラムにですね、今シリーズを語るのページにキッド・スミスは中心的な存在になる、そしてファンのニーズに敏感なレスラーこそリングを活性化するんだとこのように述べておりますが、ファンの反応にズバリキッド・スミスは答えてくれてますよね馬場さん。そうですね、本当に素晴らしい男たちです。体は大きくありません。しかしどんな大きな相手とやってもグレードの高いレスリングを見せてくれるんです。さあ中野が関節攻撃に出てまいりました。ゆっくりとした立ち上がり、中野の作戦は果たして何でしょうか。中野が馬場さん、どうすればどこまで食い込みますかね。本当にそうですね、やっぱりね、こうやってやられ始めるともう気がありませんよね、ですから僕やっぱり攻め込まなきゃいけないんですよね。はい、そうですよね。さあ中野が攻め込んでいきました。ガムシャクに攻め込んでいった、この攻めはいい、厳しい攻めだ。しかしバックドロップ、キッドのバックドロップ、首が曲がった、反り返りました。すごいパワーであります。ダイナマイトキッドのバックドロップであります。これがダイナマイトキッド、一つ一つの技が馬場さん切れてると言いますか、まさにこのカミソリのようですね。そうですね、イギリスランカシャー出身であります。17歳でプロレス入りのダイナマイトキッド、イギリスマット界では天才児の名を欲しいままにしたダイナマイトキッド、カナダカルガリー地区、それからニューヨーク、そして全日本マットでスターの座をがっちりと勝ち得ています。そのダイナマイトキッド、180センチ、105キロの体、中野真一、185センチ、そして110キロの体。さあ、うまく振り切った腕しぎ、中野が攻め込みます。どういうふうにすれば大金星を狙えるのか、中野真一。
世界ジュニアの座をあっという間に桃田光夫選手に譲った中野であります。3回目の挑戦で口を下して中野時代到来かと思われましたけれども、しかし馬場さん、世界ジュニアまたまた取り戻せばいいことですもんね。チャンスありますか。チャンスありますよね。桃田も言っています。最大のライバルは外人ではないこの中野、それから淵、それからマイティ井上だと言っています。チャレンジャーのおそらくトップ軍団にあります中野真一、このシリーズもおそらく世界ジュニアの座を狙っていることでありましょう。さあ決起軍の中野真一、決起軍の副昇格であります。それでは馬場さん、大将のタイガー・マスク選手の何か情報入ってますでしょうか。やっぱり、ね、はい、非常に、ね、筋肉が発達してるんだそうですよ。お医者さんで言うと普通の人の何倍もその発達してるんでね、はい、その筋肉打ったところがくっつかないと言いますかね、はい、今でも違ってくるというような状態らしいんですよね。あ、そうですか、そうですか。早くカムバックしてもらいたいですね。しかし、まあ、十分に体を作ることが大事ですよね、この際ね。そうですね、治すことが先決ですからね。そうでしょうね。ジャイアント馬場選手の温かい言葉です。敵軍の大将タイガーマスク、早く良くなって元気な姿をまたファンにアピールしてもらいたいと思います。中野も頑張っています。それから高野も高木も頑張っています。敵軍の田上も頑張っているぞ。さあ、しかしダイナマイトキッドの猛攻に耐えております中野真一であります。なかなか勝負への活路といいますか、そういったものが開けません。中野どうしてもキッドのペース、左のラリアット、左のラリアット、これがダイナマイトキッド、まさにカミソリの切れ味、エルボー、いずれも受けてしまいました。さあ、胸のあたり赤く染まってまいりました。中野真一であります。ダメージが徐々に、さらにまた徐々に広がっています。さあ、ダイナマイトキッドが厳しい表情、ヘッドバット、角度を変えて打ってまいります。今度はあっとキック、さあ我慢する中野、首投げ、そしてチンロック、フェイスロック、ダイナマイトキッド、がっちりと喉に食い込んでいるダイナマイトキッドの攻防。来週の放送、小山大会ではキッド・スミス対ダニー・クロファット、ダグ・ファーナス選手の5番勝負の第3戦が行われます。俺たちが全勝と言っています。すごいヘッドバットが当たりました。高角度頭突きです、ダイナマイトキッド。さあ、もう一回体を入れ替えてサイドから投げ切りました。サイドスープレックスも非常にキレがいいダイナマイトキッドであります。ちょっと馬場さん、中野選手がゴテゴテですね。なんていうかね、飲まれてるというか、中野の方がおどおどしてるんですよね。あーはー、ねえ、もう少し自信を持って攻め込んでもいいんじゃないでしょうか。しかし、それだけこのダイナマイトキッド選手の迫力というんでしょうか、そういったものに押されてますね。そうですね、体は小さい、何度も申し上げます。しかし技の切れは鋭い、そしてやる気、気迫、これが対戦する相手に伝わっているんでしょう。自分のペースが全く取れません。中野起き上がった、この気迫だ、出せ、もっと出せ。さあ、円錐、円錐で活路を開いた。どうだ、中野のペースになるか。中野もフィッシャーマンスープレックスがある、ジャーマンもある、パワースラム叩き落とした。ここから中野の攻撃が始まりそうだ。もっと攻めなくてはいけない、休んではダメだ、もっと攻めろ。さあ、前から、前からの攻撃、さあどうだ。しかしダイナマイトキッド、ここでまた自分のペースを取り戻します。あっと、今度は何でいくか、脳天食い打つか、脳天食い打ちがあるぞ。さあ、そのまま墓場へ直行か、脳天食い打ちか。さあ、あっと、すごい脳天食い打ちであります。完全に中野選手伸びてしまいました。さあ、ダイナマイトキッド、トップロープから高角度の頭突きか。さあ、いった、これでバンチキュース、バンチキュース、カウント3です。ダイナマイトキッド、トップロープからの高角度頭突き、完全にキャンパスに伸びてしまいました。中野、中野勝てません。馬場さん、いかがでしたか。そうですね、思いのほか、ちょっとだらしなかったですね、中野がね。やはりこの格の違いというのをまざまざと見せつけられましたね、馬場さん。そうですね、はい、やっぱりね、自信持ってやってるのと、はい、全く自信なくてやってるのとの本当に差ですね、これ。そうですね、何かこの入場してくる時から
自信がないなというような感じが中野選手ありありとありましたね。はい、さあ次回に期待しましょう中野。完敗を喫しました。これはもう絶対に雪辱しなくては。決起軍の名誉もかかっております。中野にも温かい声援が送られておりますが、今日は本当に完敗です。ダイマナイトキッド見事な合格度頭突きによりまして6分50秒、最後は片指で切って取りました。